杉村隆は、日本の医学者、医師。医界は、十三味。君党は、国党。学位は、医学博士。国立がんセンター名誉総長、東方大学名誉学長、国立がん研究センター名誉総長、日本学士院会員、文化功労者。東京大学医学部助手、財団法人がん研究会医がん研究所研究員。 国立癌センター研究所研究員、国立癌センター研究所生科学部部長、国立癌センター研究所所長、国立癌センター総長、東方大学学長、日本学士委員長などを歴任した。生科学と主要学を専攻する東京府出身の基礎、医学研究者である。国立癌センター在職時に、東京大学医科学研究所教授に併任された。 国立がんセンターの総長に就任し、後に名誉総長の称号を送られた。更新の国立がん研究センターにおいても、名誉総長となっている。また、東方大学の学長に就任し、後に名誉学長の称号を送られた。日本学士委員会員に選任され、委員長に就任するとともに、米国、スウェーデンオランダ学士院外国会員にも、選任された。 山形県鶴岡市及び東京都武蔵野市の名誉市民にも選ばれている。癌医学会の重鎮として長年にわたって活躍した文化勲章及び勲一等随法章を受賞した。父親が鶴岡市出身で東大医学部在学中は省内地方の指定が入る学生寮、省内館で生活し、インターンでは旧鶴岡保健所や 私立省内病院に勤務した。国立癌センター総長を務め、癌治療の進歩に尽力した。地元出身者の援護者で、国内外で高い評価を得ているとして、1987年に鶴岡市から名誉市民に選ばれ、1992年には武蔵野市からも名誉市民に選ばれる。文化勲章や日本国際章なども授与されたほか 日本学士院長や東方大学長も務めた。2020年9月6日、心不全のため、東京都内の病院で死去、94歳。死没日をもって、13位に除される。おじに、文筆家、杉村健道、洋画家、杉村厚氏、当園に、感覚研究家、犬塚又太郎がいる。ありがとうございます。